はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回はハート・オブ・アイアン砲中国プレイ続きをやっていきたいと思います。なんとか日本軍の攻勢をしのぎつつというところで進めてきた中国プレイなんですが、いよいよ中国軍としては日本軍の攻勢に、戦線を維持できなくなりつつあるというところもあってですね、一部戦線を後退させています。今回はその続きになります。では早速続きをプレイしていきましょう。南京をね、奪われたらもう終わりかなとは思うんですけど、南京を奪われないようにだけは頑張りましょう。とはいえ、やっぱり日本軍のね、攻撃が激しいんですよね。日本軍の攻撃の前に戦線を後退させざるを得ないという状況が続いているので、まずは撤退戦ですね。しっかり撤退を完了させてもらわないと戦線が一気に崩壊しかねないので。いや、日本軍の進撃早いな、止められない。このまま行くと南京が本当に危ないな。そうすると、対日強襲第1第2部隊を急いで南京付近まで後退させましょう。撤退戦が間に合わなくなってるんで、一旦時間を止めます。それくらいちょっと緊迫した状況になりつつあるというとこかな。南京をどうしても守らないといけないのでね。さあ、これで撤退戦が始まったので、いや、始めていくので、あとはうまいこと撤退が完了してくれればいいかな。引いてってもらわなきゃいけないけど、師団なしになってるのがちょっと気になるな。続々と完成してきてるけど、ちょっと待ってね。割り当てられたでいいのかな。撤退戦に一応部隊は割り当てられているっぽいので、これでよしとしますか。で、国家方針と、あとは研究わけですね。日本に喧嘩を売る。もう喧嘩売ってるからね。喧嘩を売った挙句が今の状態なんで。陸軍の訓練時間を短くしましょう。今、前線に少しの部隊が欲しいので。で、それに伴って、歩兵装備を作っていきます。で、さらに研究わけですね。ここはドクトリンを先に進めましょう。
対日空中歩兵隊、ここに、部隊を割り当てていきたいので、選択して2とこの命令に割り当てるコントロールキーを押しながらクリックですね。 OK、 これで24品ここまで入りましたね。これで本当にいいのかな、ちょっと様子を見ておく。24手段入ってる、大丈夫だね。いや本当に軟禁迫られてるな。撤退線を一応ここに引いてはいるな。ここにバーッと入るよ、南京を守るよっていう部隊がここに入りましたね。であとはこの強襲遊撃騎兵部隊だな、これも戦線を維持できなくなってるからね、どうする。南京は絶対に守んなきゃいけないからな。そしたら、この第2遊撃兵隊を南京まで交代させ、南京の防衛に当たらせよう。準備完毕、長官。いやーもう北京近辺は絶望的な状態だからな。戦車も交代させて南京の防衛に当たらせましょう。その間に連合国軍が立ち上がってくれるのを期待するしかないな。ちょっと戦線を整理しておかないと本当に危なくなってきてるね。中海統一戦線隊はかなり押し込まれてて危ないし、第一騎兵遊撃隊、これもちょっと撤退線を張ろう。このままだと包囲殲滅される可能性があるので撤退線はそのまま多分引けるな、引けるね。なので、あくまでもここ南京の手前で迎え撃ちましょう。ここに騎兵遊撃隊を張り付かせよう。で代わりに中華統一戦線、この部隊をなんとかカバーしてもらうしかないな。今だとここに割り当てられている師団がないもんね。いやー止められない、どうやっても止められないぞ。ただこの辺りはなんか優先戦いを進めてるのはなんで、なんか頑張ってるよね。ここに来て敵の戦線が縦に伸びてるからだな。ってことは南京の手前まで敵を引き込んでそこで一気に叩くか。第二対地強襲歩兵部隊、これが危ないな。南京の手前で絶対に敵を防衛しなきゃいけないから、ただだいぶ
撤退線付近では戦力を用意しているので、ここまで敵を引き込みましょう。で、逆にうまくすれば、いや、うまくいかないな。この辺頑張ってくれてるかなと思ったけど、やっぱり押されてるね。このまま行くとまずいよな。南京の防衛が危ぶまれてきてる。この状態で戦力的な増強はもう見込めないからね。やっぱり南京で敵を食い止めるしかないね。いや本当に日本軍恐ろしいよな。さあ、いよいよ撤退戦に敵が近づいてきてますね。ここの撤退戦が結構脆いんだよな。持ちこたえてくれればいいんだけど、この撤退戦を突破されるとちょっと本当に危ない。前線の整理がちょっと一旦必要かな。こうなってくると、うん、降伏したか。まあしょうがないよな、この状況を見ている限りは。ちょっと戦車はもうエイヤーで研究をしておいて、とりあえず前線に部隊を投入していきましょう。指揮権を委ねられても今もうその指揮権が崩壊しつつあるからね。まあ、ただこのままというわけにはいかないので、一旦時間を止めて前線を含めた戦線の整理をしていきます。もう撤退線を引く必要もないところまで来たので、一旦ですね、全ての命令をストップして各部署に部隊を配置していこう。で、この第2第2地区州歩兵隊、これをまた2つに割って、ここには一番優秀な将軍スン・リージェンを配備。スン・リージェンの活躍に期待しましょう。で、これが第一かな、第一強襲歩兵隊と。対日がちょっと抜けちゃったかな。まあ一旦これでいいでしょう。で、彼を元帥のもとに配備して、これで陣容としては再び整ったはずです。じゃあここで、また前線を引いていきましょう。もう撤退線は引くとこまで引いた状態なので、ここからは前線を引いて再び整理していきましょう。南京の守備隊はね、ちょっと厚めにしておく必要があるので、厚めに引いておきます。ちょっと順番がよく分からなくなるので、まず第2を先に配備していきましょう。で、大きく戦線を動かすのは危険だとは思うんですけど、もう今となってはしょうがないので、もうこれ以上日本軍に進軍させないぞという、もう意思表示ですね。ここはち
で、第1歩兵部隊は、南京の守りに加えましょう。もう、第1強襲歩兵隊だけで守りきれる状況ではないので。で、遊撃部隊として、第2騎兵遊撃隊は南京に常駐。で、さらに、中華統一戦線、これはもう犠牲になってもらうしかないので、幅広い戦域の前線をカバーしてもらいましょう。で、中華統一戦線第2軍の方も幅広い戦域を、まあ、カバーできる範囲でカバーしてもらうっていうね、なかなか厳しいとこにはなります。ちょっとうまく前線引けてないけど、まあもう他の国、各々の国は各々の国で守ってもらうしかないのでっていうね、もうちょっとそういうそれどころじゃない感が出てますけど。南京が落とされないようにだけ踏ん張りましょう。そうこうしている間に、他の軍が日本に対して宣戦布告してくれることを願う。ここは穴が開いてるね、早速。早速穴開けられてるわ。いや、厳しいな、本当に厳しい。そうなると予備兵力を投入しなきゃいけなくなったな、早速。速攻で穴開けられてるよ、もう、ここ。しかも進撃速度が速そうだな、ここは。しょうがない。第3、対日強襲歩兵隊の前線を伸ばそう。まあ、南京さえ守っている限りは戦い続けましょう。継戦しよう。南京の守りは手厚くしているんで。いや、日本軍の進撃速度半端ないわ。南京に迫られてるからな。いや、かなり手際よくやったつもりだったんですけど、これでも勝てないか。まあ、やっぱり兵力、特に装備面とか師団構成面でどうしても日本軍に後れを取っている中国としては、なんかうまい戦い方があればよかったんでしょうけどね。一時はだいぶ押し込んだんですけど、逆に今かなり押し込まれてるっていう状況が出来上がっちゃってるから、さらにまたここ穴開けられてるわ。ここは誰が守ってる？騎兵隊が守ってるね。しょうがない。じゃあこの騎兵隊をの前線を広げよう。まあ、そうすると各の守りが緩くなるんで、突破される確率が増えちゃうんだけど、しょうがないね。まあ、たださすがに南京まではまだね、目と鼻の先っていうところまでは迫られてないけど、南京が陥落したら終わりだからな。中国はちなみにこんな感じです、今。だいぶ日本軍にドテッパラは蹴られてる感じだけど。ただ、中華統一戦線軍とかの方はかなり頑張ってるね。そうすると、逆に攻勢に出てみる？
うまくすれば日本軍の後方に回り込めるかなとも思うんですけど、まあ、その前に守りの方の前線が崩壊しそうな気もするな。また穴開けられてるよ。しょうがない、常駐させていた部隊の一部を割くしかないね。そうすると南京の守りは戦車大隊だけになるな。密集度を上げているのが第1、第2、第3、第4の歩兵部隊、強襲歩兵隊、ここは密集度を上げてるんで、ここを突破されたらもう本当に打つ手がないんですよ。今一進一退の攻防を繰り広げてるけど、それでもやや押し込まれていて、徐々に南京に迫られつつあるという状況だな。となるとここまで来ると本土防衛部隊ですね、本土防衛部隊の方なんですが、本土防衛部隊、これの守備隊をどうする？南京中心に配備するしかないよな。強襲上陸もかけられてるね。いやもう戦線が崩壊している。また戦線崩壊か。南京を守ってるだけでは国としては成り立たないんだけどな。それとも移動が間に合わなかったかな。もともと南京にいた部隊を無理やりこの穴に埋めてるからね。うわー、日本軍に強襲上陸かけられてるな。苦しい戦いが続くね。ここは本当に南京まで敵も迫ってきてるね。はい、というわけでちょっと今回時間が短いんですが、苦しい戦いがずっと続いています、ご覧の通り日本軍にだいぶ侵攻されてしまっているという状況なんですけども、南京が落ちるまで南京を守りきって守り抜いて継戦していきたいと思いますので、何かね皆さんいいアイデアあれば教えていただきたいなというふうに思います、というわけで、今回はここまでにさせていただいて、次回ですねこの続きプレイしていきたいと思いますので、引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。